ゲームエンジン。ゲームエンジンとは、コンピュータゲームのソフトウェアにおいて、共通して用いられる主要な処理を代行し、効率化するソフトウェアの総称である。ゲームエンジンは、映像や音のリアルタイム処理をしていることもあり、インタラクティブアートなどの分野でも使われることもある。また、ユニティのように、アセットストアを提供することでエコシステムを生み出した、ゲームエンジンもある。ゲームエンジンは、 コンピュータゲームの動作において主要な処理を行うために用いられる共通のプログラムであるがその定義は曖昧で API プログラムとオペレーティングシステムやハードウェアとの仲介をする仕組みやプログラムライブラリーソフトウェアの部品として提供されるプログラム群など様々である一般にゲームエンジンと称されるものにも多様な 携帯が存在するが、ミドルウェアなどが集まりより総合化されたものをゲームエンジンと呼び、汎用性のあるプログラムライブラリー単体や、その集積物とは区別する傾向も見出せる。主にオパングル、ダイレクト 3D など3次元コンピュータグラフィックス生成用のプログラムを 3D エンジンと呼んだ延長に位置する故障や概念だと言える。通常はコンストラクションキットや、 オーサリングツールに近いレベルまで開発作業が汎用化されたものをゲームエンジンと呼び単にプログラマがプログラミング上のライブラリを共通化すのはフレームワークとして区別するこの場合のエンジンは操作と燃料供給潤滑などを受けて動力を発生させる内燃機関ないし外燃機関としての機械装置ではなく何らかの操作により動作を発生させるという より原理的概念に基づく表現である。プログラムとしての機能を他のソフトウェアに供給することを目的としており、ゲームを遊ぶユーザーには意識されずに利用されている。ただし共通化されたプログラムとして汎用性に富み利用しようとすれば、ゲームに限定されない機能を持つソフトウェアも見られる。これらゲームエンジンの機能をより具体的に述べると、例えばある人が 野球ゲームを作った場合を考える。そのゲームには野球のボールが地面に落ちて反射する様子をシミュレーション例を入力されると仮想的にどのような変化が起こるかを計算して示すものするプログラムが含まれていたとする。さらにその野球ゲームを作り終えた人が次にサッカーゲームを作ることを計画しとする。その場合、サッカーボールが 地面に落ちて反射するプログラムを一から記述することは少なからず無駄を含む可能性がある。最初から地球上で物体が地面に落下した時物体はどのように運動するかというボールの種類を限定しないプログラムを作っておけば野球ゲームにもサッカーゲームにも応用が効いた可能があったわけである。このような対象を特定しない抽象的なゲーム用プログラムの 集合体をゲームエンジンという。こういったゲームエンジンはゲームを制作する場合においてそのおののでアルゴリズム、情報を処理するための計算式の相対をすべて設計、開発していた手間を軽減させるとともに、このエンジンが主要な機能を提供することで、例えばプラットフォーム、この場合はゲームを動作させる。 コンピュータシステムのことの各々に対応した共通した仕様を持つゲームエンジンを要用することでゲームソフトの移植を行いやすくなるなどの利点も存在する。3D 表現を用いたゲームの発展に伴いゲーム内における物体の物理運動を極めてリアルに再現しようという動きが見受けられる。そのような話題の中では ゲームエンジンの中の物理シミュレーション機能を指して、しばしば物理エンジンと称することがある。音に関する設定もおろそかではなく、音源の方向性を持たせる機能が備わっているのも珍しくはない。また、コンテンツを自動生成するプロシーチャル技術も搭載されている。当然ながら、ゲームエンジンも講義で言えば単にプログラムであり、技術革新とともに、 新たな機能を盛り込んで日々バージョンアップが繰り返されている。また一挙に多数の機能を盛り込まれたメジャーバージョンアップでは前述されたようにそのゲームエンジンの機能をフルに活用してゲームソフトが制作される。この際新しいゲームエンジンに命名されるのはそのゲームエンジンを用いて作られた初めてのゲームソフトの名称になるのが一般的となっている。 例えば、ハーフライフならば、ハーフライフエンジン、ドゥームならば、ドゥームエンジンという具合である。また、システムを根底から変えてしまうような大掛かりなエンジンのバージョンアップがされた場合、ナンバリングが変更されることもある。このナンバリング変更は、単にドゥーム2エンジンなど、タイトル名称末日の数字が大きくなるパターンの他に、 全く無関係の名称が付けられるパターンもあり、ハーフライフにで初導入されたソースエンジンなどもある。海外のゲームエンジン開発元は、商用利用負荷といった条件の付与や機能の制限を行った上で、ユーザーに無償でゲーム開発ツールを提供している場合が多く。こうして、ユーザーの手によって作成されたデータやデータ群は、MOD と呼ばれ、 ゲーム中のサウンドやテクスチャ、キャラクターデータを置き換えるものや、ゲームバランスを調整するためのもの、ゲームの機能を拡張するもの等、その形態や規模は様々である。元開発者のコミュニティでは、もっと開発者同士の交流が盛んに行われている。モッドの中にはそれ自体がゲームとして完結しているものもあり、そのような完成度の高いモッドの権利をゲーム開発元都会取り、 単体の製品として発売するケースや、モッドの開発者を社員として登用する場合も存在する。最も有名なケースが、バルブソフトウェア社のカウンターストライクである。ゲームエンジンの開発元にとって、ゲーム開発ツールをユーザーに提供することによって、ゲームエンジンの新たな可能性を見出せたり、 一つのタイトルを長くプレイしてもらえるメリットがある方、プレイヤーが新たなタイトルに移行するペースが遅くなったり、売り上げが減少するといったリスクが生じる。パソコンゲームでは、特にユーザー側が操作できる映像処理系のカスタマイズオプションが豊富である。ノベルゲームに使われるエンジンについては、スクリプトエンジン、主なスクリプトエンジンを参照。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。